真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。故に今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。せえ！目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀に囚われることはあるまい。今日はここまでだ。明日は。三十郎様、三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ。常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。今のは三十郎様かい。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。ああ、そうだな。あんなに急いで。あなた様は父の自慢の弟子でございます。何年言ったらわかるんだ。俺は売り物じゃねえ。ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。拙者は、あ、愛子殿は、その…お顔が赤くなっておられますよ。
今は先を急ぎましょう。美味しそうではございましたが。サバ、アサリ、スズキ、この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい、溝にはまってしまいまして。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きねえじゃねえか。それで困ってんのさ。商売上がったりだ。なんとか切り盛りしてるってどこさ。じゃあもう一杯おくれ。間違いねえ。僕が森の中にいるの。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。ここで何をしておる、ぬすっとどもが。ヒロキ殿、お急ぎよ。お許しくだされ。何も取ってはおりませぬ。拙者どもは、取れたての梅、今が売れ時じゃ。愛子殿に差し上げたいが、一文も持ち合わせておらぬ。こりゃ参ったな。よし、持っていきな。銭はいらねえよ。かたじけない。明日また買いに戻りまする。必ずや。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。おめえさんなら黄泉の国まで追いかける。どけどけ、わしの番じゃ。勝負ごとはあいつより一番の気長く立つ者が。気がついてねえじゃん。ここは一番道場じゃねえ。どうかお待ちを。足りなくなることはございません。怪我はありませぬか。いや、なんでもねえ。ただ口惜しいだけで。拙者は三十郎様を見つけなければなりませぬが、戻った際に必ず手助けを。ありがてえが、なんとかするさ。足が手を貸しますんで、お客人の世話が済んだらすぐそっちに向かいます。ありがてえ、ありがてえ。今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎよ。急ぎだ、逃げろ逃げろ逃げろ。何者かの襲撃です、ヒロキ殿。それがゆえに父上は拙者から離れませぬよ。先生を見つけねば。
殿、皆を、私は父上を見つけます。いけません、危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ、この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者は広木殿、お行きくだされ、案ずることはございません。小僧、いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。叩き切れ。刻んでやる、切り刻んでやる。あんたどうぞ、クズ野郎が。ねじにしちまう。この向こう水なもののふは誰だ。して手玉の拙者は侍じゃ。ああそうかい。先生からしかと手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな、小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け、愚かなわっぱが。逃げるなら今に撃つ。刻んでやる、切り刻んでやる。あなた様は守り神様の化身か何かでございますか。かたじけない、ヒロキ様。
三十郎様をお探しなら、先刻この前を駆け抜けていきなされました。誰もおらん、行くぞ。死ぬ、猫にも絡んだ、切り刻んでやる。すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。アイコとの隠しであればよいが。なんてこった。こいつら百姓は何も持ってねえ。チリも積もればってやつよ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっかり分け前をいただけるならの話だが。この犬が見よりくじめえだ。大監視はいつ来てくれるんだい。もう閉じろ。勘抜きをせねば。そこの木を持ってこい。早せ、まだ来るぞ。抑えろ、抑えろ。そこで止まれ。死ぬ、不良者が死ぬ。本は放っておけ。
壁を取れ。負け犬が役立てる。この野郎が知り添いておる。これは先生の行いか。されど先生はご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をすれば。刀か。年端もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも。参れ、刀さばきを見せてみよう。何の修練も積んで。さあ。わっぱを切ろうとは武士の風上にも置けぬ。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ賊名、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじい。困りました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしませぬ。妖術使いのごとし武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、
残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくださる。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきおった。わしの家の者は。お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様、先生の名を汚すようなことはしません。上川村の者どもでございます。奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿、いざ参る。伏せろ。生きておろうが死んでおろうが、拙者は神か。川村にたどり着かねばならぬ。橋は落とされた。ならば倒れろ。倒れろ。志と指導は山をも動かす。
山の見張りなど取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。まあいいじゃねえか、こんな楽な役目もねえさ。川岸でぼーっとしてても